こんにちは、 CSBA の中島志郎です。本日は2019年春に行われた丸山隆夫スキーセッションの様子をご紹介します。このセッションはウィスラースノースクールのスキーインストラクターを対象に行われたトレーニングの様子です。この企画をきっかけに先シーズンの4月にバンクーバーウィスラー周辺の方を対象にした CSBA 丸山隆夫キャンプを企画しておりましたが、開催直前に新型コロナウイルスによるスキー場閉鎖により残念ながら実現することができませんでした。現在も感染者が世界中で増えておりますが、今シーズンの春には収束していくことを考えて再度丸山隆夫キャンプを計画しております。参加をご希望の方は CSBA までメールにてお問い合わせください。それでは2020年21年シーズンの開幕となりましたので、再度丸山隆夫セッションの様子をご紹介したいと思います。このセッションはウィスラーのスノースクールで毎日行われているモーニングセッションの時間を利用して行われました。インストラクターの中で希望者を募りましたところ、大勢のインストラクターが参加を希望し、これでも人数制限をして行いました。技術向上に大変熱心なスキーヤーが多いのもこのウィスラーの特徴です。まずは全員でオレンジピールというコースまで移動しています。ここからは実際のセッションの様子をお聞きください。最初はバランスチェックのためにアンクルポジション、はい、で次がローリング、はい、ターンの指導、はい、ローリングで3つ目がエーペックス、プレッシャーコントロールで、4つ目がリリース、どうやってリリースしていくかっていう、はいはい、So, for him, there's a four points he's kind of talking about. First is for the checking the balance, it's about the engage your ankle. And as a second, he's talking about rolling. And the third part, as a pressure control, he's going to talking about apex movement. And then at last, he's going to talking about the, how you're going to release. ニュースに変えるときに1時間ぐらい落として変えていきます。1回ずつ止まって構わない。When you transition, like when you're rolling, if this is a, please look at the demo. If you, when you're rolling, if you do this, こうするとここでスキーが落ちないで1時間落ちない。And not going down the hill. でその後にスキーを振ってしまう。And then you're gonna brush out your tails when you turn. ローリングの正しいローリングはこの谷の足、この谷側の足もしっかり使って
両方のヒップジョイントで動くことで先にスキーがここに来ます。So using the both edges, even the inside edge, and the ski rolling, and then using with the hip joint.So apex is a pressure control and talking about the maximum pressure.方っていうのもちょっと考えていこう。So, the overall when you look at the run, it's pretty good. So, how are you gonna deal with the pressure from the apex part to the next?慌てないで、こんな黒を作る。そう、角度がない。ああ。惜しい。いかがでしたでしょうか。ウィスラーは前日の降雪でゲレンデ全面に雪がつきました。世界中のスキー場が素晴らしいシーズンになることを祈っています。私は明日からバンフに遠征します。バンフでの初滑りの様子もご紹介していきたいと思います。それでは次回お楽しみに。さようなら。